こんにちは。ゼロから始める資産形成コンサルタント、マレーシア在住の木野恵子です。 You can make your story、 あなたの人生は自分で作れるというコンセプトで、真の成功者から学んだ成功哲学を分かりやすくシェアしていくチャンネルです。お聞きいただいたあなたが自分の思い描く人生を送るためのヒントになりますように。はい、今日はいかがお過ごしでしょうか。日曜日ですね。こちらのチャンネルでは土日はね、ちょっとブレイクタイムでマレーシアについてお伝えしたいと思います。今日はですね、マレーシアに来て気にしなくなったこと、としましてね、天気予報っていうことをね、お伝えしたいと思います。日本ではね、結構天気予報を私は気にしていたんですけれども、皆さんどうでしょうか。気にしてますか。まあね、普通にテレビでもね、毎朝やってますしね、毎朝昼もね、夜もやってますよね。で、そもそもね、マレーシアに来てテレビを見てないので、マレーシアの人全体が天気予報を気にしてるかどうかは知らないんですが、私自身はもう全くね、見なくなりましたね。というのも、すごくね、天気の移り変わりが早いんですよ。一日のうちにだいたいほとんど毎日雨が降るし、で降ってもですね、すごく長くて1時間ぐらい、もう20分とか30分ぐらいでね、パーッと降ってやむっていう感じなんですね。で、あとはすごく局地的な雨が降ったりするので、例えばね、クアラルンプールの天気っていう風に見ても、時間によってね、場所によって全然違うんですよ。なので、あんまり見てもね、予測がつかないというか、意味がないというかね、そういうこともあります。あとはすぐね、やむ、20分から1時間ぐらいでやむということが分かっているので、その時間ね、もし雨が降ったらどっかね、雨宿りをすればいいっていう考え方と、あとね、基本あったかい、寒くはないのでね、もし万が一雨に濡れてもそんなにね、寒い思いをしなくていいっていうのもあるので、もうね、初めのうちはね、それこそいつ降るか分からないからって言って、折りたたみ傘をね、持って歩いてたんですけれども、もう1ヶ月ぐらいで持たなくなりましたかね。今は全くね、持たないです。あと、基本的に外をね、歩き回る、屋根のないところを歩き回るっていうこと自体も少ないですね。やはりちょっと暑いので、建物の中に出かけると言ってもね、建物の中にいることが多いので、今までね、外にいる時に降られてもびしょびしょになったってことは一度もないです。っていうことでね、天気予報を気にしない。で、面白いのがですね、すごく天気が変わりやすいんですけれども、マレーシアは一応2シーズンで、雨季と乾季っていう言い方をしますね。レイニーシーズンとドライシーズンっていう言い方をします。で、マレーシアもね、広いので、縦にね、長いので、行く土地によってね、雨季と乾季が変わってたりするんですけれども、一応ね、首都であるクアラルンプールは、乾季、雨がね、降りにくい、乾いた季節と書く乾季ですね。乾季が3月から大体9月ぐらいですね。で、そこから10月から2月ぐらいまでっていうのが雨季になります。で、よくね、日本から来る観光の方とかが、何月がベストシーズンですかっていうふうにね、質問してくれるんですけれども、私の感覚ではですね、もうオールシーズン、一年中ベストシーズンですっていうのも、多分ね、ガイドブックには乾季に行きましょうって書いてあると思うんですけれども、雨季と言ってもね、日本の梅雨みたいなのと全然違うんですよ。で、乾季と雨季の差っていうのは、若干雨季の方が雨が降る時間が少し長いかなっていう感じと、あとね、私の体感ですけど、乾季の雨は夏のスコールみたいな感じでね、激しく短時間っていう感じで、雨季の方が若干しとしと系の雨が降るときは降る。でもね、最大こっちに来て1年以上いて、今日は長く降るねっていう時でも3時間とかが本当1日とか2日ですね。他の日はね、もうだいたい1時間、長くて1時間でやみます。で、それがだいたい乾季は1日1回、どっかで1回降ればもう降らないけれども、雨季だと、やんだと思ったらまた降るなんてこともありますが、とにかく1日中降ってってことはないんですね。なので、全然ね、雨季に来てもらっても大丈夫です。ただね、
ビーチリゾートに行きたい方、クアラルンプールは内陸なのでビーチっていうのはねすぐはないんですけど、まあちょっと1時間ぐらいね車で行くとビーチのところもあるらしいんですけど、なんかこうね島に行きたかったりする、もう完全に海とかを目当てに来る方は、まあ、比較的寒気の方が青い海、青い空を見れるかなと思います。私もね雨季にランカウイとかね行ったことあるんですけど、ちゃんとね見れることは見れましたけど、まあ曇天の時もあるっていう感じなので、まあそういう意味ではね、必ず南国らしい青い海青い空がいいっていう方は寒気の方が間違いないですが、雨季でもねそんなにこうずっと雨で困るとかね、例えば台風シーズンの沖縄に行ってねよく一歩も出れずにホテルに閉じ込められたなんて聞きますけど、そういうことにはならないと思いますね、うん、なので割といつでもベストシーズンと言えます。あとですねマレーシアね一年中暑いんでしょうっていうね熱帯雨林気候って昔習いましたけど、今名前違ったりするのかな、ね、学校で習う名前違ったりするのか同じなのかわからないんですけど、私がね子供の時に習った熱帯雨林気候っていうのはもうものすごく暑いんじゃないかって思ってたんですね。ところがですねこのね私が小学生の時からも何十年って経ちまして、日本がねめちゃくちゃ暑いじゃないですか。最近日本の夏ってもう湿気もあるし、もう40度超えてきたりしますよね、たまにね。に比べたらめちゃくちゃ涼しいんです、マレーシアは。で、一番高い最高気温、まあ、天気予報上の最高気温で35度ぐらい。でも、まあ、大体33度ぐらい。で、それこそね、雨季になった時が、まあ、一応秋冬みたいなシーズンなんですけど、そのぐらいになると30度いかない日も出てきます、うん、そうするとね真夏のシーズンでも、本当にそんなに暑くないですね。で驚くべきことに、まあ、それはちょっと家の、ね、構造とかにもよるとは思うんですが、私の家に限って言えばクーラーをほとんど一年中でつけないです。なんかねマレーシア、南国、東南アジア、絶対クーラーと思うじゃないですか。天井にね、ファンがついてて、大体どこのうちもね、あると思うんですけど、天井にファンがついてて、その扇風機をね、回してるだけで十分涼しくて、ちょっと天気悪い日なんか、それも寒いぐらい、もう消さないと寒いぐらいっていう感じで、クーラーはね、たまにはつけますけど、ほんとめったにつけないっていう感じですね。なので夏にはね、日本の夏にはマレーシアが避暑になるし、で日本の冬にはねマレーシアがこう何リゾート地ね、あったかいエスケープになるし、もう本当にね日本の皆さんマレーシアいつでも来てくださいっていう感じですね。とっても過ごしやすいです、うん、でもちろん寒くもならないから朝布団から出られないってこともないですし、でどんなにね暑い季節でも熱帯夜ね、ムンムンの熱帯夜とか朝はこう日の出前から暑いとかってこともないんですよ。ちゃんとね朝夜は24度とか25度とかに下がりますので、ね、で大体その1回夕方とか、まあ雨が降るのいつとも決まってないんですけど、午前中に降る場合もあれば夕方降る場合もあるし、夜中に降る場合もあるんですけれども、比較的午後が多いかな。でそうやってこうなんか午後にパッと一雨降るとそれで打ち水したようになってね、空気がスッと冷えるんですよ。なのでね夜はもう本当に涼しいっていう感じで、とにかくね気候がいいですね。そしてあとはねもちろん曇りの日もありますけれども、その曇ってても一日曇ってるわけじゃなくて、曇ってたと思ったら太陽が出たり、太陽が出たと思ったら曇ったり雨が降ったりっていう風にね、すごいこう移り変わりが激しいんですよね。なので一日どんよりしてることもないし、ね、もうカンカン照りで暑くて暑くてっていうこともないしっていうね感じなんですけれども、だからなんていうかな、すごく天気に一喜一憂しないというかね、うん、そんな感じになりました。そしてねやっぱり太陽がしっかり出るので、出る時が多いので、そうするとねなんかやっぱ太陽を浴びると人間元気になるというかね、うん、なのでねちょっとこうなんか元気がなくなっちゃった方とか、なんとなくうつうつとするなっていう方なんかは、マレーシアのね太陽を浴びて、で浄化の雨を見て眺めてね、そういうだけでも元気出るんじゃないかなっていうふうに感じたりしています、
ね、天気がすごく過ごしやすいっていうことを今日はお伝えしました。いかがだったでしょうか。あなたの人生のヒントになれば幸いです。プロフィール欄の最後にブログと LINE のご案内があります。そちらにもご登録していただけたら嬉しいです。またゼロから始める資産形成コンサルタント木野恵子の公式 LINE にご登録いただきますと、今でしたらマレーシアに移住をするにはおすすめの3つの方法という動画をねプレゼントしています。それでは本日もお付き合いありがとうございました。また明日お届けいたします。さようなら。